ダイバーシティ。この言葉を聞いて何を想像するだろうか。それは単に女性の管理職を増やし、障害がある人を雇用し、LGBTQ+ への理解を深めることだけなのだろうか。もちろんこの一つ一つは世の中を変えられる可能性を秘めている。ただ私たちはその先にあるダイバーシティ・エクイティ・アンド・インクルージョンのさらなる可能性を探し求めていく。ダイバーシティ、それはイノベーションの源に、エクイティ、それは仲間と作り出す信頼に、インクルージョン、それは一人一人が抱く志を実現し大きな未来に。そう、DE&I が持つ無限の可能性がソフトバンクの未来の形を切り開く。だから私たちは歩みを止めない。一人一人違う個性やアイディアを持った私たちが私らしくあり続けるために、そして未来へのイノベーションの種をまき成長させるために、今までもその花を咲かせ続け時代を作ってきたように、これから先もずっと。ソフトバンクでは年齢、性別、国籍、障害の有無などによる壁をなくし、互いを受け入れ合いながら新たなイノベーションを生み出しており、積極的に DE&I を推進し、さまざまな取り組みで社員をバックアップしています。自分自身がその管理職を目指したいと思った時に、そのロールモデルって言われてる方々がいなかった、どういうふうに進めていったらいいんだろうっていうふうに悩んだことはありました。メンター制度っていう会社の取り組みができていて、女性の社員と面談をしていく、私もメンターとして参加させていただいてるんですけれども、どういうふうにその人の良さを生かしたらいいのか、その人が自分らしく過ごしていけるか、ちゃんと耳を傾けて話していくことが大事かなと自分自身は思ってます。個を生かし、チームとして最大の価値を。自分らしく働けない時は特にないんじゃないかなと。他の文化とか他の国から来ても差がなく扱っていただいてて、私が思ってることとか尊重してくれてますので、やりたいことができないとか、私がリスペクトされてないとか一回も思ったことがないかなと。苦手なところがあっても周りのサポートがたくさんあると思いますので、助け合ってそれで自分も成長できるんじゃないかなと思います。 One for all and all for one。 違いが強みになる未来へ。私は15歳の時に事故が原因で左足を切断というところで、今は義足をつけて生活してます。私が活用している制度の一つとして、二重就業制度というものがあります。ハンディと言われる部分をネガティブと捉えずに、ポジティブなチャンスとして捉えて、キャリアプランみたいなところをテーマにした講演活動と副業として、やらせていただいてます。ソフトバンクっていろんな制度だったりとか散りばめられているので、分かりやすくチャレンジしていける道が明確にあるっていうのはすごくありがたい会社だなと思ってます。みんながそれぞれの個性に可能性を感じられる未来へ。私たちソフトバンクは世界の人々から最も必要とされる企業グループとなるために、世の中の固定概念を超え未来の形を創造し続けていきます。違いを気軽にオープンにでき尊重し合える世界に、個性が輝きとされる社会に。インクルーシブなチームは人が集まり輝く。